おう、詐欺。さよなら。はい、ということで、はい、起きたら早原町にいました。そうですね、気づいたら早原町にいましたさっき起きたらチャタンだったんですけど、次は早原町ですね、うん、でまだ埋まってないので、はい、ささっと取ってカード取っちゃおうっていう作戦ですね。さっきと同様の作戦ですね。はい、テラピアを狙ってます。はい、早原町は海がないんですよ。はい、ということで川行きました。その川こちらです。ドンドン、素晴らしい顔ですね一応今7時15分で、次の中間報告が8時なんですよ。そこでまたキングボンビーが、どこにつくか決まるんですけど、はい、現時点だと順位で言うと赤チームが 8, 8、自分たち青チームが 8, 8で、おそらくなんですけど緑が7ですね。7か。あ、はい、じゃあ我々が今勝ってるんですね。勝ってますね。2位ですね。2位でちょうど、うん、またまたあの一旦3点差まで離れたんですけど、また競ってますね、うんうんうん、いい勝負ですね。はい、本日のチャレンジャーにチャレンジするチャレンジャーはつぐさんです。はい、本日の餌は、はい、こちらはパンパンですね。ようです。おお、でかそう。やばいやばいやばい、ブレコが行き過ぎる。ブレコ、ブレコちゃん、今ちょっと人一瞬目がたけど釣れました。釣れました。びっくりしましたね。しゃー、突然の出来事でしたね。おめでとうございます。めっちゃ急だった。これは何でしょうか。これはテレピアス。テレピアですね。よっしゃ、早かった。早かった。あっちゅう間に 17? 違う、16か。そうですね、16ですね。16センチ。あー、あー、ナイスフィッシュ。16センチ、ゲット。これで我々 の, あのテレピア枠は2つとも埋まりましたかね。淡水は、淡水枠は埋まりましたね。川の魚は、はい、埋まりました。おめでとうございます。よっしゃー。そしてカードも引ける、ラッキー。来た。おはようございます。おはようございます。あれからね、はい、ウルマスで大ウナギを釣って、中部から一気に南部、はい、南城市ですね、はい、南城市はですね、あの青チーム青チームが11センチなんですよ、はい、で11センチってすぐ抜けるじゃないですか。すぐ抜ける、誰でも抜けますよ。なのでね、南城市に来ました、はい、ということで、すぐ釣れるこちら胴付きですね。はい、針が3本ついてるしかって、もうしかもちょっとでかい。そう、いつものやつより大きい。ちょっと大きめの、ちょっと大きくした。10センチ以上の魚が取れそうな針だね。そうそう、そういうことです。もう最後なんでね、ラストスパート気合い入れて。そうそう、そうだな、うん、そうだね。タイムリミットまで、ま、今日の12時までか。はい、それで早速じゃあやってきますか。はい、はい、じゃあ、あららがまど、はい、バンバンは先端で胴付きですね。もうちょっとね、20センチぐらいは釣っておきたいよね、うん、他のチームがパッと来て塗り替えられる可能性があるからね。新しいポイント、ちょっと深くなってて、この角つかない。そうだね、さあ頼みます。はい、ひっちゃんさんヒット。釣れた。わ、ミジュン。ミジュンだ。よっしゃ、やった、やったやった。さあ、これ11センチ超えてるからね。がミジュンがいっぱい見えてるんすよね。何匹か釣ろうかな。はい、何匹か。一番大きいやつ測ろう。はい、そうしましょう。11センチこれか。これでも今ヒット。マジか。はい、バンバンもヒット。あが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 、大きいのに馬券かな、これが。うん、ちっちゃいな。でも大きい。これ見えるかな、あっちが。ちょっと黒くなってるところがあるんすよ。つむれが離れてしまって、目の前全部ミジュンなんすよ今。この勢いでちょっと釣っていきます。おはようございます。ね、まあ、はい、港に向かってるの途中で小海に寄ったんですけど、はいはい、急に壊して、もう二次災害って言っても過言ではない。お尻の穴が死にいたい。やば、やられた。昨日のあの、キャロライナリーパーが尾を引いてますね。やばい。はい、それでは早朝のルーレットをやってもらおうか。
早朝ルーレット、早朝ルーレット、早朝もルーレットあるのか、うん、朝昼晩あったんだこれ、うん、もう一番頭いっていい、頭いく、うん、じゃあよ、はい、人類ミナボンビ、どういう意味、人類ミナボンビ、同じ顔になってもらおう、え、あ、やべ、ゲーム終了まで同じ顔だ。は？終了まで？終了まで？ゲーム終了って今日の12時までってこと？そうだ。は？混じってる？コンビニもとか入れないやし。あ、入れない。いや、あのお腹痛いとか言ってるよね。俺もトイレ行きたいのに。今日トイレ一番行くでしょ。キングボンビーさんちょっと入りますっつって。2回目。平然に届くように、はい、朝8時前ですね、限界までキングボンビーさん生きてくれ、歌い始めましたね、え、歌い始めたって、よし、やめちゃくのせたらかい。なんだろうな、茶まかす姿で、今日多分もうラストのカードですよね、うん、なんか、とりあえず、はい、なんか相手になんか足止めを、うん、足止めしたいよな、うん、そうっすね、お願い、つぐ確実なやつ、微妙リアクションが、コスプレ、コスプレさせる、あ、いいんじゃないですか、させるのか、自分たちがするじゃなくてさせるのか、あ、する、あ、嘘、させるんじゃないですか、させるだと思って言ったけど、だから相手を苦しめたよ。なんで？なんで全部自分たちだわけ。うん、本当にすごい運ですよね。三、うん、時間、四時間？三時間？三時間。あ、じゃあもう今日ラストじゃないですか、もう全部。あ、綺麗よ。あ、ツーグのやつ見たけど、俺綺麗よ。ごめん、体型的に。あ、ですよね。あ、しかも俺これやらんといけん。確か、俺か吉田さん。いいですいいです。じゃあじゃあ検証します。オッケー。あ、じゃあ。ちなみにあれ同じやつですよね、サードゲーのやつ、そう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 ですね、さあ勝負、じゃんけん、はい、さあじゃあやります、美味しいじゃないですか、じゃあとりあえず着替えますね、オッケー、よーし、どっか一箇所に保険かけきれますね、僕たち、なるほどですね、じゃあちっちゃいところに保険かけたいですね、そう、で、ただ向こうだから、うん、もう何もないところには置かない方がいいかもしれないです、うん、自分たちが保持してるところに入れた方がいいかもしれないですね、うんうん、どう思う、ツーグ、その方がいいと思う、いいっすね、俺は今、一生懸命着替えてますすぐ眠たすぎて顔むくんで目開いてるし、畳が今開いてる、ね、ということで我々が釣ったやつで一番なんかひっくり返しをするやつは、熱も悪くなってきてる、わかる、俺もなんか声が聞こえなんかねそんな感じで、うん、じゃあちょっと着替えました、うん、おコスプレ完了したようなので、はい、めちゃくちゃ恥ずかしい悪くないっすよね、悪くないっすか、うん、悪くはない、うん、ちょっといいっすか、飲み合わせに行っていいっすか、はずしかも、うん、かこれ奇跡的にも、うん、昨日こうちゃんもここで同じ格好してるわけよあの橋、あ、本当だ、これ南城眼か、同じ写真撮りましょう、ツーグだけあっち行っといて、俺だけ、うん、俺だけはい、
全員ね、全員今、みんなボンビーになりましたね。なりました。はい、いやもうコンビニのトイレ行けないですね、もう誰もね、うん、はい、で、ツーバーチームにボンビーがいると引き渡しました。で、ボンビーはやっと離れた。まあ、僕ら今ボンビー送ったんですよ。はい、往復約1時間ぐらいかけて、はい、送って、はい、で、ツーバーチームをあっちを迎えに行かないといけないですね。うん、ああ、それはちょっと時間かかるね。で、迎えに行ったタイミングでぶっ飛びカード使いましょう。使おう。オッケー、使っちゃおう、ぶっ飛びカード。1、2だっけ数字が。1、2出せば本当に。そうですね。5、6はやめようか。うん、5、6だけは避けてね、佐々木さん。はい、よってきさんやる。やっちゃう。うわ、こんな時かけて5、6出しそうだよ。大事な、大事な、大事なシーン。はい、じゃあよってきさん行くよ。はい、ちょんちょんと押すだけ、ちょんと押すだけ。はい、1、2、はい、1、2、はい、1、2が来たら熱い。お願いします。1、2、よっしゃー、やばい、よっしゃー、よっしゃー、最高来た来たかー、でかい、これはでかい、かめっちゃでかい。しゃ、楽しいな、これツーバーチーム北部行ってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。2位のチームにジグソーパズルカードをプレゼント。おお、うん、2位ってことは俺たち、俺たち、うん、2位タイだよ。そうそう、2位タイだよ。だから僕らもジグソーパズルですね。いや、じゃあ今からね、はい、ちょっと行きたいんですけど、はい、ボンビが車にあるものを置いてったんですよ。そうなんですよ。これやれって言われて。パズル、パズル、パズル。髪を切らなかった男って。ヒント？あ、あ、俺だ。絶対俺だこれ。ああ、そういうことを考えなかった男。しかもさ、印刷ミスじゃないかっていうぐらい黒ばっか。区別分かる？分からないもんだよ。これマジ黒ばっかだよ。これいけるの？これむずいだろこれ。ちょっと怖いな。怖いな。これやるまで釣り行けないよってことか。やば。うわ。それプラス、うん、ひっちゃんたちからジグソーパズルカードくらいました。最悪。パズル2個。2個、うん、2個、これとあと1個あるらしいです。さあ、見て、サーサーロークさん、これ死に真っ黒。髪切ればよかったないつも切ってないわけじゃないでしょ。切ってるよね。素晴らしい。短時間で。はい、じゃあ行くぜ。短時間で結構するとね。じゃあバンバン測ろう。オッケーっす。さあ、10センチ超えてんのか。13。13。13センチ。ってことは2センチ更新か。更新してますね。きたー。これはでかい。すぐポイント移動してから。これもでかいよ、バンバン。なんで？これがでかかったよね。あ、これでかい。あ、でかい。こっちの方がでかい。もう一回測ろう、ごめん。はい。さあ。14。1センチ。1センチ大きい。14いってるな。14、これいこう、これ。おっしゃー、14センチ。14センチ。ラッキー。来たぜ。よく見逃さなかったっすね。でかいな。さすがパンチ、漁師の目をしてるな。1センチの差を。1センチの差。これでじゃあ、塗り替えか。はい。はい、今ね、二、はい、順を釣って、はい、塗り替えて、で、はい、またその隣町ね、向かっております。で、なんとね、携帯確認すると、はい、次釣った魚、はい、星に願いをで、パイになるらしいです。あざーす！ってことは、塗り替えも簡単。実はもう、本当に小さい魚を釣って、はい、それをサイコロ振って、倍にするだけの簡単なお仕事で塗り替えられます。あ、すいませんね。けど、これでね、全員にプレゼントらしい。やば。で、俺なんかも抜かれる可能性ある。そうですね。まあ、そこは平等だね。ということで、隣町に向かってます。はい。どこ向かってんだっけ今は。八重瀬。八重瀬町。はい、今ね、はい、八重瀬町向かってたんだけど、はい、この地図を見ると俺たちと青が同率1位なんですよ。はい。で、緑がもう7と、はい、八重瀬町だと緑だから、もう緑は最下位だから、はい、ここは青の土地を狙おうかなっていうことで、急遽、はい、八重瀬町からハエバル、はい、に向かってます。で、ハエバルって海がないんですよね。そう、海がない。で、ツーバーなんかがテレピア釣って統一してるんですよね。はい。なので我々もテレピア釣って、で、バイバイゲーム、星に願いを使えば多分もうここは
誰にも取られないと思う。で、Google マップで今ここら辺に川があるってことなんで来たんだけど、ある？全然ない。ないな。ドブ川あるけどな、排水溝はあるけど、なんとか川って書いてあったな。大変なことやってる。誰を信じればいいかわからん。携帯は行き止まりになってるぜ。マジだ。川がない。あ、あった。これガードレールのとこじゃん。これ、うん、これ川。来た来た。ちょっと見るか、魚が取ろうか。はい、ちょっと川に来たんだけど、水深こんだけ。浅いっすね。浅い。こんな感じ。ずっと川の方下ってって深くなるとこまで探す。そうっすね。ここは浅いかもしれんけど、 奥から下がって一気に深くなるかもしれない。こっち深くなってない？あ、本当だ。なんかあれ深いぞ。だけど雨降ってないな。本当だ。どうしますか？諦めよう。ちょっと他の海でね。時間がもったいないな。ということで移動します。はい、残念。はい、ちょっとね、緑チームからの攻撃来ました。はい、パズルカードですね。はい、こちら。はい、こちらのパズルを組み立てないと釣りできないので。はい、一気に組もうか。そうっすね。パパって終わらせよ。バッドナイス。無理やりでも一応入れていかない。ダメだろ。後半後悔するやん。取った。あ、すごい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 。はい、早い。かゆいがさ、こっちか。これバンバンの体、ちょっと一回裸だから、まあ裸でちょっと見ないといけない。わかりにくいっすよね。本物ないと。本物だ。あ、こっちだ。入っちゃった。ああ、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 ナイスー。完成しそう。よっしゃ。俺だ。こんなもんよ、ここまで来たら。もうパズルがありませんっつって。はい、そろそろ出来上がりそう。残りも4ピース。どっちか。よっしゃ。よっしゃ。あと2個。はい、こんなもんです。結構時間かかったね。あ、反対だった。37分かかりました。やば、最高。はい、じゃあちょっとこれ写真撮って送るか。はい、では。やっと移動できる。オッケー。オッケー、移動しようか。じゃ移動します。待って、これ、これは顔だ。ピロン顔だ。こうやって合わせてるさ、佐々木さん。角もこの辺もあるってことよな。うん、違う。こうやって合わせてるさ、うん、違うさ。あ、これ文字っぽい。これの可能性もあるっていう時もあるから。完成。来たー。1個目完成。はい、僕の方はね、終わりました。正解はですね、モリモリさんとピーロさんの、漆黒の天使というテーマなんですね。この絵柄がヒントになってました。はい、これからなかったらもう終わってた。想像できなかったっす。こっちむずい。こっちはむずいっすね。で、黒だよ、ほぼ。ほぼ黒。ほぼ黒っすね。うん。で、形はまるの探してるだけっていう。作業。季節光。これきついなぁ。きつい、マジできつい。わ、俺精神崩壊しそう。やば。混ざった。何時ですか、今。10時。やば、あと2時間。終わった。俺たち何時間やってるんですか、パズル。1時間ぐらいやってるかもしれない。1時間ぐらいやってるかもしれない。ありえん。よし、来た。9時14分、約40分前。赤部隊、青部隊、ともに9。緑部隊、7ですね。2点差ついてますね。あ、ひっくり返された。ひっくり返されてますね。行ったんですよ、ひっくり返された。いつの間に。あ、南上した。南上し、うん、痛いな。よし、じゃあラスト。
おーっしゃー、投げ投げ、完成です。何時間、ほぼ1時間以上かかってるな。バケモン、こうしちゃ折れん。すぐ行こう、行こう、すぐ行きましょう。すぐ、すぐやろ。首痛い、すげえ、うら首痛っ。はい、中城ですね。まだ陣取られてない場所です。はい、ここで胴突きをやりたいと思います。サクッといきましょう。あと何時間残り、2時間ある、2時間切ってますね、1時間半1時間半やば、はい、このもの、早速さあ、どうだ、ここであれが発生するわけですね。欲しい願いを、願いをその顔でも真剣な眼差し、こうちゃんの顔をご覧ください。負けますか。いや、大丈夫、素晴らしいですね。風強い、こっちはこっちで。おお、来た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 、おお、おっしゃおっしゃおっしゃ、一本出した。オッケー、もう移動するか、もう測って移動、測って移動。11センチ、11センチ、はい、おっしゃ。オッケー、早い、さあ、サイコロ振りましょう。さあ、行くぞ、はい、画面見えてます？いけ、見えてる、1、やば星見願いを買うで1出したやばボンビーいる、この辺11センチあ、そこ、俺なんか3人ボンビーだからかもしれんうわごめんなさい、大丈夫、しゃあない。あ、で待って、今くじ引けるから、うん、くじ次第で、あ、くじ、これでもう一回星に願いをって引いたら、確かに俺ちゃんまだ星に願いを引いてない。ここで引いたら神だな。ストップって言って、ストップ、じゃあ一番上、はい、はい、いきますよ、はい、ドン、何これ、よっしゃー、やばーやばーやばーやっしゃーやったやばーやばー、本当に来た、すごい、俺星に願いを持ってないんだよ、あの、だって奪ったから。あ、そうか、奪ったやつが、うん、奪ったんだ、そうそう、来た、フロフロ、よっしゃ、じゃあ西原大丈夫だ、西原行こう、ひっくり返しましょう、西原、よっしゃ、髪髪すぎだろここからは制圧情報の共有はチーム内だけになりますということなので、はい、ここから先、どのチームがどこの陣地を取ったかっていうのは、はい、公開されません。なるほど、やば、どうなるのかな。まあ大丈夫だ、俺たちは俺たちにできることをやれば。確かに、でも絶対粘ってるか新しいとこ向かってやるかだよな、みんな。うん、確実に1ポイント最後取ってくるからな。うん、だって散々ずっと1位独走してたのに、うん、ここに来て最下位だよ、きついな。キングボンビー、うん、まあ、まあ、ボンビーの仕事もすごかったね。うん、ボンビーもすごいけど、本当にもういろいろありすぎた。でも最後にさ、はい、サイズ、この星に願いをだから、はい、なんか願い頼りだよね、本当に。そうだね、確かに願いたいなんかいいの来てくれ、頼む、最後のポイント。じゃあちょっと次のポイント行ってきます。はい、今、はい、あのぶっ飛びカードされて、はいはいはい、今名護にいるんですよね、はい、で早速この他力本願カードを、はい、あと制限時間ないまでに使いたくて、はい、リサーチかけたところ、17センチだよね、名護は多分超えてそうな、はい、とかじゃ釣ってる人がいるって言ってくれたので、いるんですね。で、カメラも OK って言ってたので、はい、はい、でもこれでいったらダメとかないですか分からん、大丈夫ですか、分からんお願いします。素晴らしい、罰ゲームできてます黒ボックスの中見ても大丈夫ですか、はい、恥ずかしいサイズじゃ大丈夫だよ、一応、大丈夫です、17センチ以上あれば僕たちも万歳なので、ありがたいので、微妙、いや、あ、余裕じゃないですか、ある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 、余裕で超えてありますね、よっしゃ、頑張ります、失礼します。17は大丈夫かな、余裕で超えてます、もう反ってる状態でも超えてます、25以上ありますね、余裕で、多分7ぐらい、6とか7とか、うん、6とか7とかあります、そうだね、うん、すいません、助かりました、ありがとうございます、やったー、すいません、ありがとうございます、すいませんじゃないですよ、土曜日もご苦労様です、あ、いやいや、とんでもないです、とんでもないです、いやいや、ありがとうございます、ありがとうございます。
すいません、着いた方が早いんじゃないですか。森禁止なさい。すいません、じゃあありがとうございました。お騒がせしました。じゃあ戻りましょう。よっしゃ、来た。須賀さん、須賀さん、はい、秘宝っすね。めっちゃ秘宝。今さっき27センチで名護を取ったじゃないですか、はい、しかもカードも使って、はい、他力音楽カードで、はい、なんとひちゃんチームが罠仕掛けてたんですよ。向こうカードなんでなし。あれうわ、取ったと思いきやリードしたと思ったんですけど、まさかの。ヤバくないですか。本当に、はい、めちゃくちゃカードまで使ったのに、はい、カードまで使ってピンポイントで罠仕掛けられてるってい う, うわ。しかも時間があと45分しかない、はい、ですよね。これ悔しいっすね。悔しい。めっちゃ考えたのに言葉が出ない俺は。ですよね。こんなピンポイントにハマるっていう。出会い頭のルーレットやりそびれていたものでして、はい、でしてでして今から最後のルーレットを行おうと。はい、最後はじゃあ将軍に任せます。お願いします。将軍、イケメンテレフォーン、イエーイイエーイ。なんか分からんけど、なんですか。何今から、はい、ハイサイの編集者に、はい、電話をかけて、はい、イケメンと言われるまで釣りをすることを禁じる。うわ、全員一人にしようかな。あ、誰か一人。ああ、すぐとか。それもルーレットで決めようと思う。イケメン。イケメンもしくはイケメンに準ずること。あ、かっこいいとか、なんか渋いとか。優しいですねはダメ。言わせばいいんですよね。言わせば。あ、言わせばいいんですよね。自然な流れ。だから言葉でも言えますもんね。うん、かっこいいこと言いますねみたいな。うん、うん、なるほど。なるほど。かっこいいって言ってはダメですよ。うん。あ、わかりました。わかりました。いいですか。誰か。はい。編集者に言わせる。ほう。やめて。誰ですか。吉田さん。やめて。俺とツグからしたら吉田さんは釣りができない状態なんだ今。なるほど。あ、もう二人できるんですよね。そうです。オッケーオッケー。じゃあ俺ずっと中電話しとくよ。確かに寄り添う感じで。でも初めはしてるパターンもありますもんね俺。うん、確かに。どう引き出すのか。あ、読めてるさんだ。オッケーオッケー。名刺か。熱いですね。いや、言わせればいいですよね。オッケーオッケー。ちょっとなんかどっちかっていうと、ヨメタクさんもお前何言ってるばみたいなタイプじゃない、あ、自分のことじゃないですよね。かっこいいっていうワードを引き出せばいいんですよね。いや、自分のことで。あ、自分のことで。むずオッケーオッケー。あ、じゃあ俺とツバさんは釣り行きます。はい、行ってきます。じゃあ頑張ってください、ヨメタクさん。はい、じゃあ自分たちは釣り行ってきます。取らないパターンもあるってこと。よし、はい、ツバさんどんな感じですか。もうはい、時間もないから、はい、胴突き。あ、いいですね。死に最悪なことが分かった。え、なんすか、まさかの。また胴突きの重りがない。あの、車にある、はい、うーわ。今あと20分ぐらいですよね、タイムリミット。20分、だいたい20分です。で、すいません、やばい、めっちゃ来たん出なかったので超やばい。あ、発言。あ、OK です。じゃあこっちは OK じゃない。確かに。相手はマッチフラ。さあ、急ぎます。全員女性ですか。はい、取りに行きます。お願いします。年齢はどれくらいですか。お会いしたことないですよ、多分ね。あと何分。いやー、ちょっと見れないですね、俺も時計なくなって。いや、多分15分ぐらいですよ。15分。はい、任せろ。やばい。さあ、リアルタイムです。15分だったら任せろ。おー、かくら強い。もしもし。こんにちは、吉田です。はじめまして。ちなみに吉田が出た動画って何か見たやつあります？最近のだったら、はい、あのマグロ専門店に、はい、おーちゃんさんたちと行ったやつ。あー、はいはい、サブチャ休日のやつですね。休日のやつですかね。あ、休日のやつです。はい、そうです。あれか。吉田さん電話頑張ってんな。吉田さんめっちゃ頑張ってますね。この一投で決める。はい、最初で最後。よっしゃ。あれ以外にも何かあります？見たやつ。トラさんが出てるやつは、あの亀。あ、はい。亀のやつ出てましたよね。はい、あ、はい、はいはい。亀のやつも出てましたね。何があるかな。親指ちゃんが見えてる。おっと、今生体反応ありますね。さあ、どうなる。
ないっすね、意外と。こんなトトロの横だぜ。ですよね。普通こういうとこよく釣れますもんね。お、釣れた。あ、来た来た。さあ待って、お結構来ある。お、危な。十何センチあるぜ。あ、来た来た。よし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 。これよほどサイコロ運が悪くなければ勝てます。よし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 。自分魚突きしてるんですけど、スピアフィッシング、はい、それについてどう思います？クラブですよね。はいはい、そうです。その動画は見たことあります？はいはい。どうでしたそれ見て？なんかそう、感想、はい、率直な、なんか感想を聞きたいなと思って。魚を突いてる姿だったりとかそういうの見てなんかあんまりこういうの見たことなくて、今見て、はい、はい、なんかこう、なのでなんかすごいなって思います。あ、すごいな、はい他に何かあります？すいません、他に何かあります？この一匹が、はい、もう自動的に、そうです、もう俺なんかのラストフィッシュだよ、ね、ラストフィッシュになります。いくよ、はい、そもそものまずも長さ、なるべく大きくであれ。10センチあればサイコロ1。違うよ、来た、16あるよ、16。よっしゃよっしゃ、最高っす。ってことは1出さなければ勝ちです。吉田さん、釣った、釣りました。サイコロ、サイコロ振ります。釣ります。マジですか？はい、言わしました、言ってくれました。おめでとうございます。持ってました、持ててます。持ってて一応海の男っていう体でやってるじゃないですか。はいはいはい、はいはいはい、その辺も交えて何か他に。海の男、はいはい、海の男、あ、でもかっこいいなって思います。 ありがとうございます。すごい真剣に、はいはい、はい、ありがとうございます。釣るのでめっちゃ体張ってるし、はい、ありがとうございます。この一匹で全てが変わるかもしれない。はい、ありがとう、ありがとう、運命の時間、ありがとう、やっしゃ、おめでとうございます。じゃあ車戻って、はい、スゴロク、そうですね、サイコロだと思う。スゴロクはもうやってんだよ、はい、回すか、はい、行ってきます。16だから2以上あればいいんだよ。2以上です。さあ行こう。さすがにこれ外さないですよね。これにかけるしかない、はい、大丈夫ですよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。で、今12時1分なんですけど、はい、マジでギリギリでした。だな、1分前に釣ってるので、あ、違うか、2分前か、2分前に59分に釣ってるの、マジギリギリでした。ということで、とりあえずサイコロを振るんですけど、1以外出せば20センチ以上になるので。誰がやる？いや、もう最後は本当に、はい、じゃあいきます。はい、1以外だよね。1以外です。いきますよ。はい、はい、あー何出すか。1こんなことあるこんなことあります？非常にお疲れ様です。すごいっすね、ある意味でもすごいっすね。いや、すごい、でも持ってる、ある意味でも持ってる。マジですごい。俺前もこんなことあったわけよ、はいはい、対決して負けて全員の釣りが片付けをなぜか俺がするっていう。いや、ある意味持ってます、これは。すごいすごい。俺2日寝てないけど、あと1日寝られなそう、はい、引きずりそう確かに。皆の者、ご苦労であった。 ありがとうございますどうやら楽しみながら昔のような熱意を持って撮影に臨んだようで、とても嬉しく思っています。あっぱれとかじゃないんだ。ありがとうございます。あっぱれ、あっぱれ、うん、でも勝負は勝負ということで、うん、順位を決めないといけない。途中から、ね、お互い状況わからないようにして、そうだね、最後に残り1時間は分かってない状態だったね、うん、でここに地図を用意したので、それぞれ自分たちで地図を埋めて最終的にどういう情勢になったかどうかを確認していきましょう。はい、はい、あ、終わりました。はい、では緑チーム、緑チームからですね。ここは中城だよな。そこですね、うん、ここ今空いてるじゃないですか。空いてるね、ここ、はい、我らが打ち取った。打ち取った、我らが、マジか。ここは我らがこれで星の願いをカードを使ってるんです。星の願いをカードを使った、はい、どの数字が出たんですか。はい、1だったんで11センチですね、まあ、何も変わらんかった、まあ、それでも埋めてるからね。はい、
そして、はい、あ、1時間でこれだけじゃない、うん、やりましたよね。やりましたよ。どうでしょう、俺たちはやったぞ。やば、どうなんだ。ここ、乗っ取られた我が陣地、はい、14取り返したぞ。マジか、しました。やばい、取り返したぞ、俺たちは。すごい、本当にすごいですね。喉から手が出るほど欲しかったカード。いや、これでどうした、どこに行こうか。ちょっと、南城市ひっくり返しに行こうかなと思って。南城市、はい、14センチ。だから、お星に長いカード持ってるから、はい、まあ、クリアできるんじゃないかっていう。そう、サイコロの1さえ出さなければ。1さえね、1さえ出さなければ。2出せば OK、 うん、2出せば。南城市にやってきました。ここをひっくり返せば。そうですね、はい、ね、今到着して時間が11時40分、あと20分ですね。ここひっくり返せば状況が変わるはずだ。はい、今、星に願いをのカードを持っています。おっしゃ、カード、おっしゃ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 、7センチ以上いくぞ。はい、お願いします。さあ、どうぞ。何センチ、12センチ。よっしゃおっしゃおっしゃおっしゃ12、はい、1さえ引かなければ OK。 こいつじゃあ元気なうちに逃がします。 OK、 上がって。俺トラウマだからサイコロ、はい、最後将軍の手で決めて。確かに。せーの、の、そうしたー、きたー、しゃー、よっしゃ、占領か、占領、制圧、将軍、やった、決めてくれた。最後将軍が11時51分、50分、9分前。いや、やれることやったでしょ。やれることやったな。あと周りがどうなってるか。はい、あとは結果がわからないから、はい、ちょっとドキドキだね、うん、帰るの本当に。はい、どこだい、うん、南城市、南城市。ね、我が富たちも安心してましたね。うん、36になった。ほ、塗りつったの。星に願いをカードだ。2枚、カードすぎん。2枚あった。うん、引いた。あの中間発表でまず1枚もらって、その後自分たちで自力で引いた。すごっ。中城埋めた時に、うん、そうそうそう、うん、なるほど。俺行くぞ。やば。で、俺たちはこれ9だ。で、赤が、赤が現在8位の8。この段階で暫定、暫定1位です。暫定1位。おー、あ、違うな。あ、1位タイだ。1位タイけど、大きいのが勝ちだから。あ、1位だ、今1位戻ってきた。誰も釣っていなかったら。あ、なるほど。帰ってきました、将軍。やったぞ、このもの。じゃあ次は、続きまして、スーパーか。青、青チーム6、7、8、9。以上ですね。お、現状維持、現状維持っすね、うちらは。マジか。マジで、はい、取ったと思ったポイントがあったんですよ。はい、うん、名護、うん、あ、うん、そう、で、あれ持ってたんですよ、他力本願カード。うん、で、名護漁港行って、うん、乗っ取ったぜ、やったーって言ったら、なんか罠だった。こっちに罠かかってて。マジ言ってる。陣地やられた。陣地無効カードが貼られてて。そうなの。さすがインテルチーム。そうなの。インテルチームマジ言ってる。すごっ。計算通りだ。これを待ってましたね。なんか絶対簡単でした。ここ見た感じチームバカだろ。実は明らかにね、チームバカが。一番高いぞ。じゃあ何もやってないってこと。あ、で、その後に、はい、残り1時間。はい、残り1時間。あの、この赤の20センチの、そう、乗り換えに行って、乗り換えに行ったんですよね。うん、やばっ。で、行って、残り2分で俺が釣ったんですよ。はい、16センチの魚釣って、うん、で、そこで星に願いを、うん、おお、発動させた結果、うん、1でした。危ない。あー、ここも、結局16だったんですよ。だから、うちら結局やることやったんですけど、9の現状1でとどまりました。あー、うん、って感じですね。チャンスは一発か。うん、やつか。やば。はい。これ現状1だった場合、俺たちの負けってこと？そうっすね。やば。そう。じゃあインテリチーム。まず一番最初、うん、まずね、助っ人で6人呼んで、いろんな場所に、ね。いや、大丈夫。助っ人そんなカードないでしょ、そんなに。俺たちはね、うん、こっちの13、はい、青チームの13を、はい、はい、乗っ取った。西原か。はい、西原町です。最後のポイント、これ釣ったら勝ちです。今の時間11時39分、
分やばいな、どうしても釣りたいぜ。星に願いを使えんで終わったらお願いします、あと1時間くださいってお願いするか。そっちの星に願いを、うん、はい、こちらにね、活性高そうなこのルレスズメみたいな黒いのがいますね。お、来た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 、よっしゃ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 、いや、出た出た、これも小さいけど、こんな小さいの釣ったこれ何引いたらいける？一回測ってみません？測るか、あと何分？あと8分、やばいやばいやばい、あ、5センチある、お、6? 6あるさ、風呂風呂、風呂、はい、ではもう最後だな、最後の、じゃあ最後、パンチてか、これ2出したら 12? 12、1センチ足りない、2以上出せばいいのか、そう、あ、違う、13か、3以上か、そう、サブロック18、3、4、5、あ、確率は高い、じゃあパンチお願いしていい？じゃあ行きます、お願い、立て、頼む、3以上、あ、よかった、あ、3サブ68 18最高、勝ったのかどうかでも最後まで分からないですからね、確かに、けど間に合ってよかった、来たぜ、しかもさ、死にギリギリな勝ち方じゃない、だからな、星に願いを使ってなかったら負けてたはず、いやー嬉しい嬉しい、いや3もギリギリだな、3ギリ一番危ない数、一番危ない数だったな、6しかないので2だったら本当悔しかっただろうな、はい、倍して18か、おお、出ちゃって18センチ、6が18になったっす、3出て、でこっちが青になった、うん、あ、赤になったか、でこっちが青が8、ちょ見せかこうけって、あ、いいです、あ、もうじゃあ言います、どうした、インテリって一組だけじゃないんですよ、うん、あら、あら、まさか、まさか、完全に赤がここ来ると思って俺ここに入れました、俺らも向こうから出れてます、陣地向こう、やばヒノザソンの11センチが一番ちっちゃいですか、ちっちゃいっす、ヒノザソン受ける可能性ありますかね、いや逆になんでヒノザソン取ってないのかなって考えたら、うん、そもそも多分ポイント分かんないんじゃないかな、うん、じゃあ外しますかヒノザソンはっていう、はい、チャタンの14センチ、あ、これはちょっといきそうじゃないですか、サメ狙いがちね、いや待てよ、バンバン南部出身だからまだ西原を守った方がいいのかな、うん、西原って南部の方でもまだ比較的上の方なんですよね、うん、ひっちゃんさんたちが降りてくる可能性も大いにあるし、うん、336さんたちがもちろん狙いに行く可能性もあるので、うん、西原にします、はい、はい、すぐ西原にしようね、西原、うん、西原、じゃあ守ります、細い道歩いてるところ、向こうから出れてます、陣地向こう、やばっ、よっしゃー、やったやったやったよっしゃ、狙い通り、以上以上、森田くんやられたぜ、やっぱインテリもある、インテリバカだった、やっぱり、いや、俺ちょっとこれ読んでる、あ、でもまだ最後聞いてないよ、最後聞いてない、そうだそうだな、まだあるまだある、結構発表、夜なばれの方行って、はい、うん、で、ポイント見つけれなくて、うん、終了っていう終了かい、パートが99、俺たち8、ビリー、最悪だやば、あの最後親ビッチ釣った時勝ったとか言ってたの、あの時の自分怒ってやりたい、マジかすごっ、最悪最悪だ、何が高額デッキじゃん、インテリとか高額ですからな、まず、はい、青チームと緑チーム、自身の最大サイズの魚を教えてください、54ですね、54センチ、星に願いを使っておじさんつったんですけど2しか出なくて、それで54センチで終わりました、そうそう、はいはいはい、そして緑は、我々は80センチ、しかも80センチは2匹います、1匹は16センチが星見願いを、あ、そうか、テレピアか、テレピアが星見願いを使って、あの80センチで、こうのものがね、はい、自力でウツボを80センチ、すごいな、やりました、悔しい、すごかったな
気をつけたことある将軍のためならということで優勝は緑チームよっしゃー賞金10万円です俺たちにも聞いてほしいな最大サイズ最大サイズちなみに赤チームはいや負けだから言わない賞金10万円ですよっしゃまた醤油ご飯どイエーイやったね高級醤油感をやった高級醤油感よしそう悔しいそして最下位になってしまったのは赤チームおっしゃーまさかのだねでも小学校の時ギリやつが確かに確かに悔しいな最後の1時間までは1位だったってことだよそうだねそこからこの転落俺が転落人生か。うわ、分からん、マジ最後の。最後の分からない。めっちゃトラップ効いたな。はい、ということですね。罰ゲーム。来ましたね。怖い、マジで。これ何なんですかね。ハフチロ美味しそう。ラーメン。あ、ラーメン？ラーメンです。ラーメン？ご褒美です、これ。ラーメン美味しそう。これがただのご褒美。祝福会でしたの。お祝い？麺食べたいと思ってたんですよ。確かに、俺たち目の前まで行ってたからな。だけど1位だし。これを、このスープをこの中に入れてあっちあっちで食べれる辛そうか、つけ麺つけ麺ってことですかこれ、ぶっかけるんですよかけちゃってじゃあ、ぶっかけるぶっかけ系ぶっかけるよ赤チームらしい、赤色のおぉこれすごい熱っ、熱っ罰ゲーム今、これ熱っくさぁあ、辛さだこれやばいやつだ喉痛いマジここでチケット、ハローキ使いますチケットカード俺たち持ってたハローキを使います俺たちチケットカードカメラマンやばいのにやばこれやばいぜこれそんなやばい死にやばいやつだ言葉が出ないじゃあもう負けたから食べますか一口だけだそうだな、負けたからないただきますいただきますじゃあうわヨーグルト先入れてるヨーグルト一回入れた方がいい先入れた方がいいね、全員ちょっとだけ食べていいですか近づく、近づく寝てやがるくそうわ、辛そうだな、これこれやばいうわこれやばいやつだいただきますあと水のままもういただきます本当にダメなのいただきますどうだ見た目は美味しそうですけどね辛っ辛っうっ辛っうっうわやばいやばい終わった痛い本当に終わったあ、辛っすごいね感動、感動してるマジ感動してるもしかして痛いーマジでこれやばいやつだそんな来るのこれやばいよ痛っその日動けないって言いますマジってるマジやばいやばいけどうわすげえこれは俺たち負けてるからあーやば飲んだらやばいはいっ地獄やぶりやばいあれ出てる誰出てる大丈夫大丈夫やばいやばいシーカルなるほどすごいなこれはごちそうさまでしたごちそうさまでしたこれきついなこれ危ないやばい刺激的すぎるビビったななんか顔まで赤くなってきてる気がするいやけど本当に参りましたすいませんでしたすいませんでした謝るとこなんだ参りました参りましたね謝罪動画みたいないやこんな辛い食べ物あるんだなすごいすごいわはいということで表彰式かはい表彰式じゃあ登っちゃいますか三三六安っぽっ。よっしゃー。やった。やりました。さあ、そして、そして、将軍。うちの。さすが、うち。うち。あれだね、この辛いものを食べたら、呼吸が浅くなることを初めて知ります。はい。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。賞金10万円、はい、使い道は何ですかもうこれはね、はい、もうせっかくもうみんなでこねて楽しんだから最後もみんなで楽しむように焼肉でも行きますかうわー
足りないのは将軍のお金で。そんな困んだろう。はい、今回は愛妻探偵団釣り戦国対決でした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あ、もう、オッケー、オッケー。急に冷静なの。めっちゃいいの撮れた。なんか医療とあの芸術だったら乳首出しておりますが、僕の芸術じゃなかったんで、ちゃんと隠してきました。イエーイ。ちゃんと隠してきたんでね。あとで、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 これ芸術か、芸術作品だ、芸術。料理は好きなのか。料理は好きっすね。けど醤油ご飯なのか。醤油ご飯っすね。まず家にまな板がないっていう。まな板は買おうと思う。思わないっすね。料理つけてった矢先買わないって。でも包丁はあるんすよ。はい、緑チーム見つけました。はい。なかなかでかいっすね。でかいっすね。こんにちは。でも今日明確によってよね。そうですね、カメダメって言ってました。やばいな、これ魚がタコに襲われたっていう演出。これで、はい、打ち込みたいと思います。将軍に気づいてるやつはいる。あれ1番から336がつけて見えるって感じで、なんかちょっとこれ俺の顔を出してあの最下位だったらちょっと恥ずかしいな。これ将軍傷つくよ、これ。しかも俺なんかあんな立派なキッチン使って負けたら恥ずかしい。なんかあれですね、もう考え方が商売って一緒ですね。例えばなんですけど、自分があれですかね、多分僕移動したところも多分あの出てけみたいなのがいるから、ここに残るのが一番いいかなと思って、ね、なんかこっち居心地にいいみたいな感じ。2つのすごいところって、この骨が緑なんですよ。今回テーマが面白い料理だから、うん、ダーツの的で料理作って刺すっていう技も。あー、めっちゃ苦い、これやばいです、やばい、これ想像よりめっちゃ苦い、これやばい、やばいです、これ持ってないです、これ演出じゃないです。結構自分好きで、まるこちゃん、ちじまるこちゃんとか。一番誰が好き、誰が好きとかあるっすか。確かにな。まるこ、おじいちゃん、俺友動画好き。ああ、シュールというか、なんちゅうか、コンビやるのかなと思ったら自分でやってって。はい、できました。な、むずいな。どうでしたか。先ほどあの電話ですね、はい、約5分で、はい、あのかっこいいって言ってもらいました。すごい、はい、なので今日はもう負けてもいいです。はい、どういう点を使ったんですか。ですね、はい、海の男って、そう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 、はい、海の男って手でやってるんですけど、はいはい、これについてどう思いますか。あ、うまい。そしたら何て言ったんですか。海の男体がかっこいいと思います。さすがっすね。よかった。グラスを、うん、どうした。はい、今回は釣り戦国お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんかカロッケが申し訳ない顔してる、ずっと。どうしたんだろう。今日は美味しいもの食べてみんなで楽しみましょう。乾杯。乾杯。お疲れ様です。みんな頑張って。よかったね。最高ですよ。美味しいよ、これ。頑張った分だけ美味しいからね。大好き焼き丼。